はい、皆さんどうもサンマチャンネルサマです。じゃあドンキーコング64の続きやっていきましょう。前回ね、前回と前々回で、ゴールデンバナナの集めをして21個になったんで、まあ次のステージに行きましょうってことで、間違いだわ。どこだっけ、4番だっけ、4番だね。さあ新ステージですね。おい、開けろ。はいはいはい。まあここら辺のヒントはいったな。よいしょ。さあこれの来る。コングル仲間に違いない、捕まえろ。レゴレゴ、構えながらやってみな。おい、あのガキ素早くでやすやつ仲に取ってるのはなんだ。いやい、このマヌケ野郎でもほらチャンスでやるよ。あの新生地行くたびにね、毎回こういうのがちょっと見れるの面白いですよね。マッドファクトリー、ここ結構あれだよね。あのなんか、ん？ああ、新しい仲間ですね。はい、助けて。チャンキー高さ怖い。チャンキーコングですね。こいつがね。あのどんだけぶったたいても倒せないですけど、まあ、爆弾投げれば倒せるんですよ。ああうっ、あれうい、あ、なんか巻き込まれてる。わざわざ、あ、間違えた。まあ楽器でも倒せるね。まあ割と手間がかかる敵ですね。なんか20年越しぐらいに思って今見たけど、あのギミックいるんかな。なんか変なところにあって開くならばもろわかるやん。なんかここ地味に広かった記憶あるんだよな。よいしょっと。おお、よいしょ。まあ別に倒さなくていいんで。なんか地味に広いんだよなこのマップ。これはまあ今回の新しい仲間ですね。これはまだ仲間になってる。おーおお、襲撃がやめる。これはチャンキーランキー、これ入っていた場所か。よいしょ。さあここにいますね。あ、これの、これか。あー、取れ方。こっちや。
け。まあ一旦一個逃してるからどうしましょう。あ、そういうことか。わかったわかったわかった。あれループ系か。とりあえずバナナ取りたいから。また取れんかった。こう行くとこっちのあれに行けて、こう行くと。よかった、今行けんかったらどうしよう。さあ、新しいあれが手に入るんですけど、まあちょっともう一回行こう。あー、さっきからミスりまくる。よいしょ、はい、ここのね、ドンキーのゴールデンバナナ集めるのは個人的に最難関なんですよ。いやぶっちゃけね、あーまあどっちもか、取るのもそうですし、このステージでラスボスに、ラスボスのクルールのところに行くまでの必要なアイテムが手に入るんですけど、それとゴールデンバナナ取るのがくっそむずいんですよ、個人的にね。やばいね。お前別に倒してももらえんから意味ない。これ入れ替われる。なんか入れ替われる、あったよね。ここからあったよね。じゃあランキーに入れ替わって。よいしょよいしょ。さあ、うほー、助かった。ランキーありがとう。チャンキー、緑色のバナナ集める。うほー、チャンキー、これからタクバレル出番待つ。うほー。ってことで、チャンキーが仲間になりました。ドン、ドンキーコン。まあ、ちょっとチャンキーはまだ、チャンキーじゃねえ。え？チャンキーか。いいとして、ちょっと。よいしょ。あ、ドンキか。なんかあるっけ？これ楽器強化でもないよ。あー、まあエネルギーありがとう。うん。まあ純粋にチャンキーが仲間になったんで、まあ、チャンキーの楽器とあれなんあるね。これはコングバレルに入ってる。コングバレルとかバレルか、バレルに入ってるやつか。チャンキーバレル、風船のように体が浮きます。
はい、プッカプカもう一回やると絞ってしまう。ドンキーとか、ドンキーとディディはそれぞれクリスタルココナッツ使うんですけど、バレル入ると。ランキーは使わないですね。ちょっと一旦失礼。はい、失礼しました。裏でグラブルやってたんですけど、マルチが止まったから。すごい強度してんな、こう、ロフ戦。ガチで今合わせるの難しいんですよ。へったくそだな、まあへったくそなんですけど。なんもなかったよ。なかったっけ、ドンキ。あ、ドンキあるわ。ゴリラハンド、レバーを引くことができます。さっきの出てきたレバーですね。今思うとこれクソめんどくせえな。息の覚えさせる。ああ、足りねえし。で、今ドンキーで覚えた新しいレバー技を。落ちた。いた。こちらだっけ。こちらね。まあこういうふうに。さあ、難しいと言われるゆえんです。ドンキーコーング1981年、ガチレトロゲです。昔の初代かわからん、なんかいつのマリオかわからんけどマリオだな。だから実はドンキーがドンキーっていう名前がつく前でしたよね、確かに。あいか、これはダメだ。っていうね、ゲームをこれをクリアしなくちゃいけないんです。で、このレバーシーンもカットできないし、で4センチぐらいやらなくちゃいけないんじゃなかったっけ。いや操作が難しいんだよな。ちょっと今回これプレイするのは
最後にしようと思います。で、まあこれでクリアできたらあれですけど、できなかったらこれ完全に裏作業でやります。ガチでそれぐらいこのゲーム難しいんで、簡単っていう人もいるかもしれないですけど、おっと何で点数入らんかった今。やべ、よいしょっと、操作がむずい。そう、こういうのもあるんですよね。急にはしごが降りてくる。まあちょっと今回はもうやりません。あれはもう完全に裏でやります。よし。あとはまあチャンキーなんですけど、はいはいはい。チャンキーの特徴はバカ力です。割とやることドンキーとに、まあドンキーとは違うんですけど、ドンキーを軽くバカにした結果がチャンキーみたいな感じです。でとりあえずチャンキー技を覚える。大きくなれます。まあ、ああそうか。これさっきもう一個必要だな。こっちよりももう一個の方が必要だ。集めてくるか。さっき緑色のバナナ好むけど、緑色のバナナってまだ成熟しきってねえ。あーやばい、マジで。こっち行ってなかったんですよね。最初はいけないのか。あれで、スイッチを押さないといけなかったかもしれない。ここ押すってあいつだって。あ、強いんすよ。なんだお前。あ、よいしょ。はい、結構だ。マイクオフになってるよ。たまにね思うんで、マイクオフになったらどうしようと思って。これはディディだ。やばいね。よいしょ。
まあ8枚集めて楽器まで手に入れたいよ。お前もリスポンしたのか。ああ、じゃあなるか。はーい。Welcome to bonus stage。目押しか？四つのバナナを揃えて景品ゲットだ。目押しだな。はい。ちょろいな、この目押し。パイナップル、パイナップル好き。はい。はい。あ、まねえだ。はい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 。ああ、嘘を売れた。よし、やりなさい。Welcome to bonus stage。はい。ダメんねよ、こっちはスロットやったことあんだぞ。ダメんな。先行例の X か分からんけど、丸1日打ったことあるぞ、設定6。もうあの日、迷信だぞ。はい。先行例3か。まあ、あんまか考えないでほしいですよ。ランキーが出に出る。